い、こんにちは、ソルウィンです。シャドーバースの実況していきたいと思います。はい、こちらババーン、アナログバターです。アタタシシシャドーバース、そういうことでいつものやつです。13周目です。ニュートラレスです。鬼門ですね。鬼門だけど前よりは全然戦えるようになってるはずだけど、周りの環境も強くなってるから確かにねっていうのもあるんだけど、ドド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 ド、なんかウルツうまく使えないかな、使えないな、ないんだよな。ベルエンジェルとのシナジーと、あとは守護の面々をちょっと再生し直すぐらいしか使い道がない。まあ相手がね、確かに巨大化するデッキだったらそこをねリセットするっていうね、まあ目的も使えるんだけど、ネクロとかが割と多そうな環境だな。なんか今のところ結構割とネクロとのマッチング多い。まあ言うて多分一番多いのは超越じゃないな、ドロシーっていうか、まあウィッチだと思うんだけど、なんとも言えないな。でもいろんなデッキがいるってのはまあいいことなんだけどね、もちろん。高慢なら、まあ、さあ私に捧げなさい、そうすればあなたのゲーじゃない重箱になってあげる。ご主人様って呼んであげるわ。カタカナご主人様、それは絶対なんか悪い意味でしかないな。おビショップどうなったんだっけな。なんかあでもな、ビショップは手に入れてからな。ママ、ルナを守ってね。光があなたを導くでしょう。引けたね、戦乙女やってやるぜ。ユニコ序盤いるかな。あでもな、2ミリで起きる可能性があるからそれは強いな。2ターン目2コス、3ターン目3コス、4ターン目2、あ、いけるじゃん。てかさ、ゴブリンメージがいるからそれ実現するんだ。お、いいじゃん、いいじゃん、ミートダウンみたいな。よろしくね。よろしくお願いします。お上手、お上手、相手お上手。あ、リーエージェン普通で引いてくれてね。で、まあどうしようもあるから、1人でもなんとかなる。ただ問題は、あれだよね。まあ序盤でどんだけアドバンテージ取れるかが重要なんだけど、取れるかなって話だよね。やっぱ1こそ欲しいよな、なんか。ビショップはあれだよな、あとなんかでもあんまり、まあこれだっていうカード、まあ、わかんないな、なんとも言えない。あーでもあれか、あのコスト2以下のやつをズバーンって並べるやつ、あれが祈りの集約だっけ。覚えてない。なんかめっちゃ考えてあるね。悩むとかじゃないからな。多分速攻で重機置いたんだろうけど、エンドがなかなかはかどんなかったやつね。意外なカードだろう。意外、それは戦乙女のやり陽光か。陽光なのか。でここで目にゴブリン出していく。ピカピカ見つけたゴブ。ピカ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 なの。シャキン。これも仕事よね。いけいけ。いや打点が、あそこ二人ってユニコまで殴ろうとしてしまった。あーなんだ、動けないけないじゃっけ。これこれで決めます。はいはい。あんまりだ。それはひどい。怒りましたよ私。あひどっ。マジかいな。ドン引きやでそれ。マジで怒るよ。プラムの邪魔をしないで。だって仕事しました。スネイルナと遊ぼう。大丈夫、死んだら神様が待ってるよ。
これも仕事やね。やれやれ。くそー。怖いよ。やった、生きた。さて、ここですね。電源ちゃんか。3で持ってきてってのもあるけど、あんま美味しくないよね、それ。だったら引き殺した方が強いのか。この大地を照らしてみせよう。進化系のね、指だと使っていかないとね、この電池は。まばゆき光が世界を包む。この剣は我が希望。これ。まあ、言う通り指は引いてないんだけど。いや、でもいいね。これやるだけでも打点が結構上がるからな。いや、本当に俺のためにデザインされたようなカードだと私は思ってますからね。まあ、俺の一人称。私は使命を守る者。なんだろう、視点師なのかな。よくわからないな。ここからです。前打ちしてくれと相当や。心よりの願いが光となる。そこは死んでくれ。主よ。ここはガブちゃんでいいですかね。あなたに純白の力を。戻っていく。これファイヤーボンバー、大活躍。いや、頑張ってるよ、頑張ってるよ。頑張ってる、頑張ってる。あにゃー。天の意志はついえません。やるじゃん、3で進化圏帰ってくるから。あー、ここは3ドローするターンか。これオフに並べて持ってきてもいいか。でも、あ、ちょ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 、定められし断り。何何何何、びっくりして今なんで。ドンベキ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 マジドンベキなんだけど今何してん。まあ言うて確かにウルトの使いどころないかもしれないけど、マジかよ、ギャグだな今の。まあ、いっか。打点は高い一番。いやー、ないな、でも。新たなる世界を求めて。お互い様です、ね。終わりにしましょう。闘争の果て、遥か地平の新世界へ。これもまた、定め。相打ちになっちゃうの美味しくないんだよな。だったら俺ここ違うんだよな。こうなったのが強い。魔の剣。我が意志、俺はせん。ダメ。ニコ、頑張ります。ベルエンジェルもアタッカーだ。ファンディーさん。殴れるベルエンジェル。いやー、魔導書の解読やっぱ打つとこなかなかないな。さっきのとこでもよかったような気がするけど。我らには神と役に立ってる。役に立ったジャンヌダルクが。マジかよ、ショック。ショックだ。ジャンヌダルクが役に立ってるの見るのショックだ。野心様には近づけさせません。マジか、ジャンヌダルク役に立ってんじゃん。俺が使うのならクソの役にもゲフンゲフン。新たなる世界を求めて。待って、ジャンヌダルクに進化されたらちょっとね、やばかったよね。闘争の果て、遥か地平の新世界へ行くぞ。これは神の試練か。7まで行くから大丈夫か。進化されてもよかったな、むしろなって感じか。いや、優秀じゃないですか、優秀じゃないですか。行くそうともね、やはり迷える者にしるべを与えよう。相手の手つきがよくわからないな。何を目指してるの。ステージ、なんだこれ、知らないカード来た。我が剣、我が意志、これは剣。ファンファーレで、あれランダム相手のほら、ラストワード。やらしい。可愛いフィーナちゃんにお任せってね。ルナと遊ぼう。てかもうデッドフィーナスといるの。フィーナちゃんのいるところ、笑顔と勝利ありよ。そりゃシルベがなくては。ピカピカピッペタゴム、ピカピカ、ニャ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 、ピカピカピッペタゴム。ここはベルエンジェルの方がいいかな。リンコン、リンコン。
構熱いんじゃないのこれ。打点はそこそこあるね。テミスやめてね、テミスは。てか結構あさってな変なやつとも強いのか。進化で全員にダメージってやつ。これエイラなのかな。あんじゃん、あんじゃん。なんだよ、もう。たまには撤退もあるよね。あるのかよって感じだね。だったらここがスリードローか。スリードローチャンスか。で、シールドエンジェル出していく。私がお守りいたします。ここはグラス。でも私も変わらんだよね、打点的には。ああ違う、もうコスメや。何言うてんさあ俺6使ってんだから。寝ぼけてる寝ぼけてる。にゃ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 。絶望よ、来たれ。えっ、これで素晴らしいです。昔の陽光ビショップだね。混沌こそ我が望み。希望の光はまだ。いや厳しいですねこれはね。超絶可愛いフィーナちゃんにお任せってね。見せてあげる。これもういなくね、ここに。フィーナちゃんのいるところ、笑顔と勝利ありよ。とりあえず持ってはくれるんだね。地獄の底でまた会おう。あのゲームってデッキに残ってなくてもとりあえず持ってこれたりするっていうルールなのかな。ニコ頑張ります。私がお守りいたします。あーでこれであれか、一人死んじゃうのか。シールドエンジェル、まだ。いやーきついですよこれ。いやーきついですよ。迷える者にしるべを与えよう。スタンドサーバントか。悪行はそこまでじゃ。ここからです。貴様の弱点ビシッと見えたぞ。やれやれ。グラスをいじめるなら焼き尽くす。ブラムの邪魔をしないで。私がお守りいたします。希望の光はまだ。いや優秀だわ。優秀いくぞ。止めのように。あーいつになる。負けちゃったけど。あれ聞いたのか。楽しかったな。なるほどね、通りでさっき使わなかったわけだ。いやーきついにゃー。頑張ったよ頑張ったよ。てか前よりは全然取れるアクション多いから楽しいんだけどね。頑張っていこう。